アジアモンスーン地域の東の端、日本列島のほぼ中央に佇む琵琶湖。この湖を舞台に、人は自然と寄り添いながら漁業や農業を営み、循環型の生業の仕組みを培ってきました。琵琶湖の周囲は1000メートルを超える山々が取り囲み、この地に降り注いだ雨は大小460本の河川を通じて全て琵琶湖に注ぎ込みます。この地理的な特性により、琵琶湖は私たちの生活の姿を映す鏡といえます。私たちはその水質を保ちながら、今なお琵琶湖を生業の場としてきています。私たちはこの仕組みを、森、里、海に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム、通称琵琶湖システムと称し、次の世代へ引き継いでいきます。弥生時代、琵琶湖辺においても湖岸の吉地などを開墾し、水田が開かれました。これに呼応してニゴロブナなどの湖魚は、それまで産卵していた湖岸の吉帯を越え、人が作った水路を通って水田にまでやってきて産卵するようになりました。水田が産卵に絶好の環境だったからです。これを見た人々は、農業の傍ら水田や水路に仕掛けを置いて魚を取り、食料とするようになりました。このような漁はおかず取りと呼ばれ、人々の楽しみにもなってきました。魚と知恵比べをするように、工夫を凝らした漁法で魚を捕獲してきたのです。この魚の生態をうまく利用したおかず取りが次第に発展する中、最も効率的に魚を捕獲できたのがエリです。エリ漁は魚の性質を利用する待ち受け型の漁で、壺と呼ばれる部分に誘導され、とどまっている魚を捕獲します。この絵は1600年代の琵琶湖辺の様子を示すものです。水田に向かう魚を狙う吉羽の襟に加え、古代から受け継がれていたという沖に向かって伸びる襟も描かれています。この頃、京の都を含む地域で古魚の人気が高まり、江戸時代後期にかけてより大型の襟が設置されるようになりました。また漁獲をめぐる争いを防ぐため、襟の設置を制限したり、寺の周辺で漁を禁じる仕組みも作られました。これは現代における資源を持続的に利用するための漁獲の制限などに受け継がれ、網目の大きさの調整により、産卵していない小さな魚は禁漁とするなど、古魚の産卵に配慮する取り組みにつながっています。琵琶湖一円で行われるエリ漁などにより、さまざまな古魚が捕獲される中、これらと農産物の組み合わせにより、健康長寿につながる多様な食文化が発達してきました。エビ豆やアメノウオご飯などが有名ですが、食文化の代表格は日本の寿司の原型とも言われる船寿司で、1000年以上の歴史が確認されています。船寿司をはじめとする慣れ寿司は、産卵期にたくさん取れる古魚の保存方法として地域に広がりました。これらの慣れ寿司は
栄養豊富な保存食として普及しただけでなく、お正月頃に出来上がることから祝いやもてなし、さらには琵琶湖の周一円で祭礼にも用いられました。これらの伝統的な営みが多様な主体の参画により現代に継承されてきています。琵琶湖周辺の水田では古魚の水田での産卵を支える魚のゆりかご水田プロジェクトが行われています。これは水路に堰を設けることにより魚の水田への遡上を助けるもので、農業者をはじめとする地域ぐるみの取り組みが各地に広がっています。また農村で培われてきた水を大切にする文化がこの地ならではの環境保全型農業に継承され、年々その取り組みが広がり、琵琶湖の水質の保全につながっています。これらによって水田は希少な生き物も含む多様な生き物が生息する場となっています。琵琶湖の魚の中にはビワマスやアユなど河川に遡上して産卵する魚もいます。現代では林業者をはじめ漁業者や地域住民、企業が参画する漁民の森と呼ばれる活動など、共同で森林を保全する取り組みも進められ、河川の渇水防止など、古魚の繁殖環境を守ることにつながっています。このように琵琶湖システムは人と自然が調和する中で独自に育まれたものです。近代化が進み140万人が住む中にあっても受け継がれてきており、世界的なモデルといえるものです。漁業者、農業者、林業者をはじめ消費者、企業、研究者など立場の異なる多様な人々が参画し、琵琶湖と共生しながら継承してきており、世界農業遺産としてふさわしいものです。また、下流の大都市への安全な水供給や世界との連携も実現してきており、国連の持続可能な開発目標 SDGs の達成にも貢献しています。私たちはこの森、里、海に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システムを次の世代へ引き継いでいきます。